聖教労連の皆さん、こんにちは。学習会にお招きいただきましてありがとうございます。共産党という立場ではありますが、国会の情勢を、国民の皆さんの思いという立場でお話をしたいというふうに思います。参議院で厚生労働委員会を担当しております田村智子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日も、今テレビの中継の入った予算委員会が行われていまして、来年度の予算の本格的な審議がですね、今始まっているところです。で、この通常国会1月24日に始まりましたけれど もう冒頭の野田首相の施政方針演説からですね、もう消費税増税をやらせてくださいの一本やりと、こういう国会になってきています。それはもう皆さんもインターネットの中継やら会議録やらでご覧いただけると思うんですけど、野田さん自身の演説があまりに露骨だったんです。私もね、驚きましたね。歴代首相で、他の政党の総理大臣とか他の政党の議員の発言を自分の演説で使ったなんていう総理大臣はいないと。それはですね、2人の総理大臣をわざわざ持ってきたんですね。鳩山さんでもないですよ、菅さんの名前持ってきたんでもないですよ。最初に紹介したのが福田首相の、もう途中で政権投げ出して安倍さんよろしくってやった首相ですよね。あの福田首相の言葉を持ってきて、与野党が信頼関係の上に立ってよく話し合い結論を出し国政を動かしていくこと、これが政治の責任だ、これは福田さんがこの本会議の壇上で述べた言葉だ、こうやって自民党にエールを送るわけです。一緒にやってください、お願いします。で、演説の次の段階では、なんと今度はよりによって麻生総理ですよ。びっくりしました。もう自民党政権の崩壊の引き金を引いたとも言えるですね。麻生さんの演説を実に3箇所にわたって述べるわけですよ。一つはですね、給付に見合った負担をだからもっと増やさなきゃいけない、消費税の増税についてはこれはもう期限を切ってやらなきゃいけない、孫や子の代に、子や孫の代にですね、負担の先送りは許されないと、こう話した部分を3箇所そのまま読み上げて、それで何て言ったか、これらは私の言葉ではありません、3年前当時の麻生総理がこの議場でなされた施政方針演説の中の言葉です、私が目指すものも同じですとまで言ってしまったから、もう場内はもう驚きですよね。で、まだ自民党の側もやじっていいのかね、その何と言っていいかわからないわけですよ。こういう異様な国会になってきました。で、今も自民党がちょうど予算委員会で質問してるんですけれども、どうもそのね、自民党の側の批判を聞いてますと、マニフェストに書いてないのに消費税増税やるのはけしからんって言うんですね。だからマニフェストに書いた子ども手当はけしからん、やめろって言うんですね。ものすごい矛盾してるんですよ。で、当時からマニフェストに書いてたのは自民党ですから、言ってみれば自民党がマニフェストにも書いてたんだから、自分たちにやらせてくれって言ってるのかなと思えるような追及の仕方をするんですね。で、それからもう一つは、民主党の言う年金政策やれば 10% に引き上げたって消費税足りないでしょ、もっと引き上げが必要でしょってことを言わせる、言わせてどうするのかなっていうのも私も非常に疑問なんですね。ただただこの無責任だってことを描きたくて攻撃をする、消費税の増税は、まあ、景気との関係でけしからんって方もいらっしゃいますけれども、もうその批判の集中点は民主党は責任能力がないと、政権を担うそういう立場にないと、だから政権を降りろと、自分たちによこせと、じゃあ渡ったら自分たちがやるぞっていうのかなって思わせるような、そんな国会論戦ばかりが繰り広げられていて、私は非常に国民の皆さんが嫌気がさしてくるんじゃないかなと。そんなことよりももっとその今消費税増税したらどうなってしまうのか、それで本当に経済や景気が良くなるっていうけど本当なんだろうか、むしろね、私たちは逆だってことを提起してますけれども、そういう国民の疑問にまともに答えるような論戦というのが本当に今求められていると思うんですね。
明日には私どもの市活動委員長がですね、質問に立ちます夕方の予定ですけれども、無理かな後からでもぜひご覧いただいて、国民の側に立って国民の疑問や要求に応えるっていう国会論議をですね、ぜひ多くの国民の皆さんに知っていただけるように頑張りたいなと思っています。それで消費税増税はバッと打ち出したと、これ何が何でもやる、ただ景気が悪かった時には実施の期間を若干遅らせるかのようなことを言ってますけれども、いずれにしてももう 8% そして 10% と段階的に引き上げるっていう結論ははっきり示してます。これもね、私すぐに 10% っていうのは もちろん受け付けられるんですけど、しかしね 8% でそれで 10% ってこれ事業者が大変な手間ですよ。全部変えなきゃいけないんですから、計算システムをね。そういうことも分からずにね、 8% そして 10% なんてことをお気楽に提案してる、本当にね、私はここも国民の感覚から外れてるなってことを思うんですけれども、いずれにしても消費税は増税で一体改革だっていう、じゃあ社会保障の方はどうなんだと、皆さんも昨年介護の問題でも一生懸命、要請行動をやっていただきましたけれども、その社会保障と税の一体改革って示される案を見ていると、改革の名に値するものが本当に見えてこない。もっと言いますと、社会保障をこうするんだっていう将来像、社会保障とはこうあるべきだという理念、これが全く欠落しているんじゃないのかと、私は厚生労働省が示した案を見て非常にそういう疑問を持ったんですね。例えばすぐに審議になるのはまず年金なんですけれども、これまずやるのは年金の物価スライドで下げるっていうことですよね。 2.5% なんてのを、段階的にであれ下げていったら、わずか月4万円の方でも1000円引く少なくなるわけですから、とんでもない引き下げになるわけです。私12月の厚生労働委員会で非常に短い時間だったんですけれども、これ質問で取り上げました。一つはですね、その物価スライドっていうと、なんか物価が下がっててだから年金も下げるんだって聞こえるんですけれども、どう調べても物価は下がってないんですよ。物価指数は下がってます。全体的な、もういろんなものの物の値段をひっくるめれば下がってる。だけど一番年金生活者にとって大切な生鮮食料品、これはその物価スライド凍結した当時の2006年の平均と比較してもプラス 6.5% なんですよ。 6.5% も上がってるんです。もうおそらく今年で取ればもっと上がってるでしょう。小松菜が一束300円とかね、もうとんでもない値段ですから、もう売ってるキャベツの小さいことね、こんなんで売ってていいのかっていうぐらいの値段に今なってますからね、大変な値上げなんですね。で、水光熱費、4月から東電が値上げするかどうかに今大揉めになってますけれども、その値上げの前の時点で見ても2006年との比較では 7.2% の値上げなんです。原油不足から石油などが上がりましたよね。ではじゃあなんで物価指数下がったんだ、下がったのは一番下がったのは液晶テレビなんですね。これが20数パーセント下がってるわけですよ。それとノートパソコン、このそういう液晶系がですね、ガクンと値段が下がったんです。で、私小宮山大臣にも率直に聞きました。もう難しくしてね、簡単に聞こうと思いましてね、毎日液晶テレビを買う高齢者はいないでしょうと。なのにこの値段が下がったからって年金下げたら高齢者の生活保障はどうなるんですか、こういう質問をしたんですね。なんて答えるかと非常に期待をしたんですけど、答えてくれないんですよ。物価スライドとは何かっていう説明を延々延々やってくださるわけですね。だそんな説明聞いてんじゃないと。だいたい自民党公明党の政権時代でさえもこの物価スライド凍結してたのは、直に年金をね、いきなりガクって下げたら、これ生活にものすごく影響を与えると、だから保留してたんだ。そういう生活の安定ということのその責任、政策、これはもう民主党政権になったら投げ出したのかと、こういうふうに重ねて聞いたんですね。そしたら
まあ、小宮山さんはですね、説明の時には延々ですよ。私が20秒で質問したとしたら50秒ぐらいかけてですね、説明をしてくれたにもかかわらずですよ。そうやって政治姿勢を聞くと、高齢者の生活の安定については検討しております、議事録にして2行、これで終わりなんです。何をどう検討して、何をどう判断して物価スライドで下げるのかって何にも答えない。あ、この質問やっただけでもですね、理念がない、政策がない、あるのはお金がないから年金は削らせてくれと、お金がないから介護もね集中なんですよ、その重度の方に集中させるっていうんですね、軽度者切り捨て、これやらせてくれと。まあその重度の方も別に特養ホーム増やすわけでもないんですよね、本格的に増やすんじゃなくて、気が付き住宅で乗り越えようとしたりですね、24時間いつでも呼べるとかって、本当にいつでも呼べるのかと思ったらとんでもないね、30分ぐらいの細切れ介護で24時間対応型なんていうモデルを示してきましたから、とんでもないことなんですけれども、そうやって介護もお金がないから我慢してくれと、介護報酬の引き上げもこれまで人件費は介護報酬の外でしたけどもできませんと、もう中に入れさせてくださいと、お金がないからのこの一言だけでもうとんでもない社会保障の切り捨てをやってくる、でお金がないの一言で消費税の増税をやってくる、これもうなんか社会保障と税の一体改革なんていうと改革の案がどうで大変なプランがあるんじゃないかって思えるんですけど、私の見方ではものすごく底が浅い、レベルの低い、そういう提案ではないのかなと思えて仕方がないんですね。となればやっぱり国民の側から社会保障はこうあるべきなんだと、現場に照らしての理念を示すことと、もう一つ財源はここにあるでしょっていうのをもちろん私たちも政党として示しますけれども、これ政党の一つの案ということだけでなく、国民の皆さんの対案としてこう世論が広がるように私も頑張っていきたいなと思っているところです。私たちも、その対案としての財源案も示したところなので、これだけでお話しするとそれだけで2時間ぐらいかかってしまうので、ホームページや新聞の赤旗で紹介してますので、ぜひお読みいただきたいなと思うんですが、若干だけ述べますとね、財源、今私すごくおかしいなと思っているのは、今の社会保障と税の一体改革に反対する政党はいっぱいあります。でもその皆さんの言うことのほとんどは消費税増税の前にやることがあるの前になんですね。なんか上げることはもう決まっていて、だけどその前にやることがあるでしょっていう運動を一生懸命やってらっしゃる。で国会での議論もそういう議論なんです。私先日土曜日でしたが、有楽町の駅前を通りましたら、私たちもよくやるんですけど、シール投票を呼びかけてる政党があったんですね。で上り旗見たら新党第一、わかります？新党第一って鈴木宗男さんが作られた、ああそんなのあったなって思う方が大勢かもしれませんけど、その、ね、聞き慣れたその宗男さんがマイクを握って一生懸命訴えて、それなりの人だかりなんですね。でその何をシール投票で呼びかけてるかっていうと、タイトルは消費税増税の前にやるべきことは何ですかっていうタイトルになっていて、で書いてあるのは国家公務員の人件費削減、それから国会議員の定数削減、それから被災地の支援を先にやるべきだとか、もう一つ何だったかがあったんですけど、私も投票に呼びかけられましてね、ちょっと私もまだ知られてないなって思ったんですけれども私は投票はせずにですね、パッと見て、政党助成金はないんですかなんて知らばっくれて言ってみたんですけれども、政党助成金っていう項目ないわけですよ。ヤンバダムの廃止ってもないんですよ。東京で言えばわずか16キロの高速道路を地下に掘ると、これ1兆5000億円って、東京外環道、整備新幹線、リニアモーターカー、スーパー港湾、スーパー堤防、もう今息吹き返してるんです。次から次へと民主党がやめるって言った公共事業、もう足元見られてるんです。民主党、国土交通省にスーパー堤防廃止って、去年一昨年の終わりですよね、廃止ってもう蓮舫さんがテレビに大きく出てやったにもかかわらず復活なんですよ。新規事業はさすがに予算ついてないですけど、やめるって結論ならなかったんです。でヤンバダムももう動かしますと、外環自動車道もいよいよそのトンネル工事を始めるんだって言い出して、そのトンネル掘った上にも